西三河、西三河とは、愛知県の中部を指す。現在の愛知県政においては、旧市、岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、豊田市、西尾市、千竜市、高浜市、三好市と一町、ぬか田郡高田町を範囲とする。原理は、両政国の三河国の西半分で、矢作川流域の碧海軍、郡、ぬか田郡、鴨茂郡からなる地方である。 駅林本の節洋集によると、三河、三河国は、山が多く、水の便が悪く、五国不熟国で乏しく、下の小国とある。三河は、現在は、愛知県西部となっている、尾張国と比べて、山がちで、しかも乾燥した、痩せた大地が広がっていた。三河の内や半木川流域については、明治時代の明治用水の改作、東三河の豊川流域では、 太平洋戦争後の豊川用水による洞水まで、農業生産能力が低く、尾張の他近隣の美濃国、岐阜県南部や伊勢国、三重県東部などに遅れをとっていた。中世は各地に土豪が乱立し、不安定な状態が続いたが、出実合計な風土を育んだ面もある。足利一族、細川市や二木市、良市、一色市、今川市、室町、戦国、 江戸期の徳川氏、松平氏から天神の徳川家康を輩出した。近現代ではトヨタグループの発祥地となった愛知県内でも特に西三河は浄土真宗など浄土系仏教の信者が多く、戦国時代には全国有数の規模の一向一揆、三河一向一揆を引き起こしている。古代の西三河は現在の範囲よりもさらに広かった。三河は三島。 ひまかじま、しのじま、さくとうは、はずぐんに所属していた。現在の長野県ねばむら、厚では、東三河に位置づけられるしたらのなくら、次ぐ、現在の豊根村全域、現在は、豊田市の一部である旧稲部町は、鴨郡に所属していた。ぬかた郡域は、現在の岡崎市の下半と、甲田町の東半分に止まる。西三河の中央の平坦地は、 壁海軍行き。現在は、甲田町の属するぬかたの軍以外はすべて地域となり、消滅している。古代から平安時代まで、矢作川西岸の旧壁海軍が、西三河の中央を占め、多数の集落があり、人口も最大であった。旧壁海軍は、現在の西三河に存在する旧市のうち、三好市を除く八市にまたがっていた。現在の油が淵あたりは、 三河湾の入り江であり、港として機能していた。鎌倉時代になって、鎌倉幕府の有力武士の足利義氏が上級の乱鎮圧に功績を挙げて、三河守護になってから、足利氏とその一族が三河に到着して、所領を持つようになった。特に、ぬかた軍の細川氏と二騎士、ず軍の今川氏や木良氏、一色氏は、足利一族として有名である。県務二年。 1335年の矢作川の戦いでは、古代後天皇軍に対するため、足利高氏の下に、三河の足利一族が総結集した。室町幕府成立後も、三河は、征夷大将軍の足利一門にとって、重要拠点であり続け、足利氏の一族が、三河守護を歴任した。応仁の乱後、戦国時代に突入すると、松平号から起こった松平氏が、 岩津を本拠として、西三河一帯に勢力を拡張した。その中から、安城城を本拠とした、安城松、平家、徳川本家が、今川氏の攻撃などで衰退した、岩津松平家に代わって、松平氏総家として台頭松平清康の代に大草松平家を破って、安城、岡崎を、兼領し、一時は、東、三河、三河三河幹部を従え、 三河国全域を統一する。森山崩れにより松平氏の勢力は加壊し、尾張の小田氏が安城城を占拠。その後、三河は駿河の今川氏の俗領となる。清康の孫の松平元康、後の徳川家康は、桶狭間の戦いでの今川義元の敗信後、岡崎城を奪還し、今川氏からの独立を宣言。義元を討った織田信長と結び、 清須同盟、皇庫の憂いをなくすと、三河一行一騎、東三河攻略を経て、三河国をほぼ統一した。その後、徳川家康は、織田信長と豊臣秀吉に従い、関東への違法や関ヶ原の戦いでの勝利を経て、聖意大将軍の戦を受け、江戸幕府を開府する。江戸時代、西三河は家康の故地として、不代大,大名の昭藩や旗本領。 自社用、天領などが混在していた。この点、尾張徳川家によって、ほぼ一国支配が徹底していた隣国の尾張とは対照的であった。主な藩としては、岡崎藩、狩屋藩、西尾藩、衣藩,藩、奥伝藩、西太平藩、明治期に短期間存在した重原藩などがある。大岡裁きで有名な大岡忠助や教法の改革で活躍した老中。 水野忠行などは、この西三河に所領を持っている。幕末、明治新期には、矢作川から導水した、明治用水の測量、改作が行われ、農業の発展、水道の安定供給基盤が整備された。対象時代以後は、豊田自動食器カ刈谷市や豊田自動車、豊田市など、豊田グループ各社の本社、工場と協力会社、下請け企業が、 西三河地方一帯に集中立地し、現在の豊田王国に至る。こうした背景から、2014年時点の工業、統計調査によると、西三河地区の製造品出荷額は23兆4054億円と、愛知全県の約53%を占める。工業地帯であるとともに、名古屋市への通勤、通学者が多いベッドタウンという面もある。 西三河地方を構成する四軍のうち最も早くに、所属全町村が、市政志向し消滅した、壁海軍は、安城市、刈谷市、治流市、高浜市、壁南市の全域と、豊田市南部、高岡、上里、岡崎市の西部、矢萩と南部、六尾、西尾市北部、余熱、南中根と、実に八市にまたがる。 昭和と平成に大規模な市町村合併があったために、自治体の中には、複数の軍にまたがっているところがある。上記の豊田市、岡崎市、西尾市と、壁海郡の例以外には、ぬかた郡高田町は、2西半分が、はず軍、旧豊か坂村であった。また、豊田市は、西か郡軍、現、三吉市の地域を除く、東か郡全域と合併しているが、旧稲部町については、 豊田氏との合併に先立って、北下良軍から東加茂郡に軍の変更が行われた。今部長は16世紀までは加茂郡に属していたので、元に戻ったとも言える。以下は西三河地区の10%通勤圏である。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。都市雇用圏を構成しない、自治体は各統計年の欄で灰色かつ、 タイで示す。豊田市では、市町村合併により、旧市域0565と市外局番の異なる0564、旧下山村、0536、旧稲部町地区が生じたが、2007年4月1日に0565、2、統一、当該地区の局番が変更された。西三河自動車検査登録事務所は、豊田市にあり、ナンバープレートは三河ナンバーを用いている。 省例による規則では、運輸支局、または自動車検査登録事務所を表示する文字ということで、西川とすべきところだったが、1965年に愛知県全域で愛ナンバーだったのを、尾張地域と三河地域で分ける際に、西を省略して三河ナンバーとした。当時は、東三河も含めた三河全域が管轄だったため、配慮したものと思われるが、土砂等を運搬する。 大型自動車への規則で定められている、荷台の両面及び後面への表示番号は、西さとした。2006年10月10日、新たに、トヨナンバーと、岡崎ナンバーが導入された。国土交通省は要項に、原則複数の市町村の集合と規定していたが、トヨナンバーの対象地域が、ナンバー導入に市町村合併で、単独の自治体になってしまったために、 例外扱いとし、対象地域の拡大が図られるように努力を求めている。地域特性や経済検討に関して、他の地域と区分された一定のまとまりのある地域を基準に挙げている点から、考えても拡大すべき対象地域は三好市を指しているようである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。